マシマシチンパンジーということでね、やってまいりましたけども、マシマシとはですね、ある業界では何かを加えたり足したりするときにね、使われている単語のようです。今日のマシマシはこちら。新しいものシリーズのですね、豆腐&納豆ですね。いろんな、猿2のもですね、大豆ですとか、ヨーグルト、豆類や発酵食品なんかをね、与えてますんでね、豆腐とか、納豆なんかはね、これまでやったことがなかったんで、ちょっと一回ね、試してみましたんで、ご覧ください。どうぞ。はい、まあ、豆腐といえば、まあ、この豆腐ですね。はい、まあ、ちょっと、おからなんかもね、ちょっと前にはあげたんで、その延長線上で豆腐はどうかな。まあ、おからもあんまり、ちょっと食いは良くなかったので、ね、豆腐もあんまり期待はできませんでしたが、やってみましたね。はい、そして納豆ですね。まあちょっとネバネバしてるんでなかなかとっつきづらく、まあチンパンジーの甘みとかそっちの方もあんまり期待できないんでね、ちょっとどうかなと思いますけど、まあ新しいものシリーズということでいろんなものを刺激としてね、何これっていうのもね、一つ気持ちとしては動きとしてありかなというので足してみましたね。どうだったでしょうか。どうぞ。はい、これ夕方の餌やりの時、早速匂いが入ってきましたね。先頭切って、おっと豆腐、なんだこれなんだこれと言って匂いを嗅いで一口食べてみましたね。一口二口食べてみたけど、まあいいや、次行こうという力が匂い、ちょっと納豆に関してはもう匂い嗅ぐだけで、力も匂いを嗅ぐだけで終わってしまいましたね。今度ちゃーっとみんな、かずみもなんだこれなんだこれと来て、こえちゃんもみんな一通り匂いを嗅いで、なんだろうこれはというね、まあ食べ物じゃないかもねというので通り過ぎていきましたね。そして上の方からまた、これはカランちゃんが何これ何これで、みんなと同じチャーリーも来て、いやチャーリー新しいものには結構手が出ますけど、そのチャーリーでさえも全くですね。そしてまた豆腐流が一口かじって以来誰も食べてもないですね。アッコさんも来ましたね。アッコさんもなんだこれと言って匂いを嗅ぎましたが、全く食べずで、納豆も同じように匂いを嗅いで通り過ぎていきましたね。はい、チャーリーがやってきて匂いを嗅いでちょっと口をつけてみましたが、もう納豆にはもう一度匂いを嗅いで以来誰も近づかないですね。はい、どうだったでしょうかね。まあ案の定と言いますかね、豆腐、納豆とかね、ちょっとなんか豆類、発酵食品ちょっと広がればなと思いましたけども、まあこれもね、試してみないとわからないということで、まあみんな一通りね、なんだろうなんだろうっていうので、ね、ちょっと匂い嗅ぎに来たというところでも、一つなんか気持ちが動く、なんか変なのあるなっていうのもね、一つ良かったんじゃないかなとは思います。引き続きいろんなね、気持ちの動かし方、新しいものもね、何か考えながらいろんな方向に、動かしていければなと思います。マシマシは続きます。今日はこの辺りで、さようなら。